こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。親日団体にはあからさまな圧力をかけ、旭日旗を禁止する法案を提出するほど親日には寛容な韓国ですが、親日派を国立墓地から強制的に排除するという信じられない法案を提出したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。民主党議員が親日人士の国立墓地への埋葬を防ぎ、またすでに埋葬されていても強制的に移送できるようにする法案を次々と出しています。未来統合党は国民分裂を引き起こす行為だと批判している雰囲気です。民主党議員が主催した国立墓地法改正の公聴会、コペクソンヨプ将軍の墓石の墓地の下部には独立軍を討伐したという過去の親日業績が書かれています。民主党の前現職議員らは、ペク将軍のような親日派と独立友好者が国立墓地に埋葬されているのは防がなければならないと主張しました。現行の国立墓地法は大韓民国の国籍を喪失したり、特定の犯罪で刑が確定して国家友好者法の適用対象から除外されると国立墓地への埋葬が禁じられます。しかし親日派は埋葬の対象から除外されておらず、国立墓地外への移送も不可能です。民主党議員が親日後援者の国立墓地への埋葬を防ぎ、すでに埋葬されてても強制的に移送できる国立墓地法改正案を出しました。改正案に民主党議員35人が賛同しました。しかし民主党は強制移送に対する国民の感情的な拒否感などを理由に討論採択はしていません。未来統合党は国民を分ける行為だと批判しています。それではネットの反応です。この法律を支持します。必ず処理しなければならない。日本の神社に移すのが正しい。韓国人なら反対する理由がないだろう。反対する人どの国の人。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。